間のねステイがあるので、今日はね、昨日の夜までちょっとクラブに行ってて、みんなでちょっとワイワイ叫んで飲んで飲んでしてたので、朝のね4時に帰ってきてちょっとやばいんですけど、はい、すいません、ちょっとオープニングがグダグダなのでちょっとバトンタッチいたします。はい、改めましてシュニーでございます。本日は今ねバリに来ておりまして、今からモンキーフォレストっていうところに今から観光に行ってまいりますので、ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。こちらマディさんです。 Say hiハロー、私はマディ。あ、すごいすごい。はい、はいとか言って絶対聞いてないですよね。今ね、こんな感じでドライバーさんを1日借りれるんですね。で、私が好きなところへちょっと連れてってもらえるっていう、なんかそういうプランがバリには実はあって、まあ、今回6000円と良い価格で6時間車貸し切りで行きたいところに今向かっております。今までもね、いろんなバリもいろんなところ行ったんですけども、まあ、前回の動画見てくれた方は結構ね覚えてくれたかわからないですけども、ライスフィールド、まあ、田んぼライスフィールドとか、あとはお寺にもいろいろ行ってきました。で、今回はモンキーフォレストっていうところがあるんですけどね、猿のね森なんですけど、そこに今から行きたいと思います。まあ、こんな感じで、ね、ドライバーさんもね結構チャリーな方で話が盛り上がりましたね。なんか日本の文化とかそんな感じの話をしていました。話が止まらないのね。でも意外と画面上わからないけどすごい疲れてるんで、まあ、案の定チーンって感じで爆睡です。はいね、申し訳ないですけどこの辺の記憶は一切ございません。はい、モンキーあお猿さんですって言っても猿にがめつくね、アラサーです。はい、でね、画面上ではまたわからないんですけども、バリってめちゃめちゃ暑いんですよ。でね、なんか湿った感じのジメジメした暑さなんです。なので結構立ってるだけでしんどいです。はい、こんな感じで当日でもチケットが買えますので、ぜひ行ってみてみてください。もうどこでもね猿がいるんです。本当にねテンションが上がっております。なんかもう二日酔いがね吹っ飛びました普通に。 Hello、yeah. Thank you. Thank you so much. モンキーフォレストって言われる場所なんですけども、まあ森なんですけど、まあ、普通にこの中で洞窟があったり、結構なんかテーマパーク的な感じではございますね。洞窟に入ります。今からめっちゃねそわそわする感じわかります。このなんかもうこのインディアナ・ジョーンズ感の世界観みたいな感じなんですけども、ディズニーに行きたいです。まあそんな感じでね、コウモリとか出るんかなと思ってたんですよ。そしたらね普通になんかもう通り抜け道だったっていう話なんですけど、はい、ただの抜け道でした。はい、それではどんどん進みたいと思います。いやー、普通にね野生のね猿がねうじゃうじゃいました。野生すぎてなんか噂ではこういうサングラスとかねパコって取られたりするんですって。だから皆さん気をつけてくださいね。はい、まあ普通に私そんなことも忘れてお猿とセルフィー撮りたがりのアラサーでございます。このインドネシア、まあ、バリ特有のこの石像みたいな、これね後ろのこれねすごい私好きなんですよ。もうなんかトゥームレイダーっていう映画があるんですけど、アンジェリーナ・ジョリーのね、あれをなんかカンボジアがモチーフなんですけど、なんかそれっぽいのに来たみたいな感じのイメージがすごい湧きました。はい、何言ってるんですかって感じなんですけども、トゥームレイダーって言ってくれると分かると思います。まあそんな感じで裏地、そのお寺に来てるんですけど今ね、これモンキーフォレストので、その裏に歩ける場所があるんですけど、嵐山のモンキーフォレストとすごい似てるなって思いました。はい、しっかりとね太陽に浴びて光合成をして次の場所に向かいたいと思います。はい、モンキーフォレストを後にして、もう結構ねしっかりと洞窟なんですけども、今回はね洞窟はちょっと涼しかったので、ドライバーさんに内緒でしれっと休憩してました。そしたらね、こちらのお寺なんですけど、こちらモンキーフォレストからまあ車で20分ほど行ったところなんですけども、なんて読むんですかね、ゴアガジャでいいんですかね、そんな感じの場所です。やっぱりこうしてね、客室乗務員のいいところっていろんな都市に行けるじゃない。でいろんな文化に触れることによって自分のね価値観や世界観が広がりますよね。
もうね、口ポカーンと開いてますよね。もういろんなことを吸収しております今ね。いろんな文化やいろんな食べ物に触れることによって、なんかまあ文化共有ができるのがすごいね、この仕事の醍醐味かなって私は思っております。で、今ねスカート今実は私履いてるんですけども、これね、ね、なんかインドネシアはお寺とかに入るときには肌をあまり見せないようにしないといけなくて、私この日ショーツだったんですけど、スカーフをつけてくださいとお願いされました。はい、こちら私とてもお気に入りの場所です。今回ね、もう観光スポットではありえないぐらい、なんかね、もうワンピースで言ったらもうなんか宮島じゃない、それはうちの地元や、空島です。はい、ワンピースで言ったらもう空島レベルで、いや本当エネルさんこんにちはって言われそうな感じですよね。もうのどかでさ、もうリラックスできる場所でした。いや本当ね、私ここにね1時間ぐらいずっとリラックスしてました。っていうのも迷子で1時間ぐらいさまよってました。それだけね、壮大な自然を見ることができました。はい、皆さんの大好きなお時間です。ディナータイムでございます。はい、こちらはどちらかと言いますと、ババガンプシュリンプっていうお店です。日本にもね USJ とかにもございます、東京にもございますが、ちょっとこちらでね私の秘密を明かしたいと思います。私実はねこちらで働いてたんです。日本のね店舗なんですけど、3年ほど働いておりました。まあ学生時代の思い出ですよね。バーテンダーとか、まあ主にウェイターをやっておりましたね。英語もね喋ってましたよ、ちゃんとね。映画のねフォレストガンプっていう映画があるんですけど、そちらをねオリジナルコンセプトとしたレストランとなってます。はい、お酒飲みたいんですけどね、この後ねバリバリの深夜便出勤なんで無理です。とりあえずお腹空いたんで、ドリンクとポンクラッカーを頼んでます。でこれをめくるとスタッフさんが来るっていう仕組みです。なんかバリはこのプロンクラッカーが無料でもらえるみたいなんで追加オーダーをしましたっていう話です。こちらね、まだ覚えてるかわからない、グリーンボーテンダーチキンだったかな、そういう名前なんですけど、めちゃめちゃ辛いですけど美味しくて、これがねシュリンパーズヘブンっていうだったかな。はい、まだ覚えてますが美味しいんです。これをね私一人で食べるっていうちょっと恐ろしいことやってるんですけど、ぜひこちらのレストランに行かれた方は必ずシェアをおすすめしておりますね。こんなことねやってるとね、エビ尽くしなんで本当に、まあエビ好きにはねたまらないレストランなんだけども、ぜひシェアをおすすめしております。もう無言でね黙々と食べてますでしょ。めちゃめちゃ美味しいんですよ。私クルーとして一人でご飯食べることが多いんですけど、その時はね携帯を極力触らないようにしてます。 Be present で、はい、極力行動しております。私基本ねシーフード系めちゃめちゃね大好物なんですよ。エビが好きすぎて私エビアレルギーになったらほんと泣いちゃうかもしんない。余談なんですけど、映画ジュラシックパークのクリス・プラットさんもここババガンプシュリンプで働いたことがあるみたいなんですって。え、うちら同じじゃんとか言っても、ほんとクリスファンには本当申し訳ないです、すいません。はい、ホテルに戻ってまいりました。これからねおやすみなさいではなくて、これからね仕事乗務に参ります。今だいたい5時ぐらいなんですけども、羽田線とは違って羽田線ほどねバタバタしてないのでゆっくりできるので、40分から1時間半ほど仮眠を取ります。そしたらゆっくりと制服に着替えてフライトの準備をしていきます。今夜はね深夜便となりますので、だいたい6時間ぐらいですかね、夜の10時スタートとなります。皆さん今回の動画はいかがでしたでしょうか。結構ねバリと言ったら結構やっぱ親日なのでね、日本からも近いので、ぜひフライト旅行で行ってみてください。今回の動画は以上となります。またインスタグラムのフォローとこちらの動画のチャンネル登録よかったらお願いいたします。コメントもぜひお願いいたします。いつもいつも貴重なコメントを読ませていただいております。いつもコメントありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。 Thanks for watching the video and see you next time. Thanks guys. See ya. Bye.